ホッチキスの針を使って立方体を作ります。で、マックスの10ってやつを使いますね。ナンバー10。マックス針です。よくあるやつですね。はい。立方体を作る。はい。サイコロみたいな形になるってことですか？そういうことですね。まず、下の面を作るんですけど、はい、あ、マックス針ですね。で、この時点でこの横の柱を立ててしまいます。あ、もうすでにだから今一面があるじゃないですか。そうですね、持てるんですよね、なんていうかね、こうやってね。で、ここを横にまた入れていきます。そしてまたこちらにも柱を立てて。これも倒れましたけど、これはテープとか接着剤でつけるっていうわけではなく、そうですね、途中テープ使った方が楽な場合はありますけど。え、でもこう組んでいったら完全になるんですか？そうですね。すごいな。で、これで、あ、なんとなくこう形が見えましたね。お、そしてこの後は1本外しまして、ここに横の壁を入れていきます。これはあれですよね、この字をかませるように入れてるわけですね。そうですね。そして戻します。柱、あ、なんかあれですね、レールに車輪が噛んでるみたいな感じ。柱を戻します。レールが写真に、車輪に噛んでるみたいな。車輪、なんかレールが車輪、ちょっとだけ上から覗き込むようにこうなってます。そしてこっちはゆえやって一本だけ入れます。まあ、後の制作上の都合ですね。です。はい。そして今度はこのこいつを引き上げてこいつを引き上げて、あ、横に入れてきますね。あ、その前にこれですね、ここ入れないとダメでしたね。お、これでもう なんかかなりなんすか、3、4面、あ、なんか上下、4、5面できた感じ。上下上みたいな感じになって、そうっすね。おっとっとっと、これで崩れちゃうとまた一からやり直しなんです。あんまりですね、崩れそうじゃないですか。お、大丈夫ですね。そして立方体1枚の面に芯3本使ってる感じですね。そうっすね。じゃあ全部でサブロック 18本、18本使います。で、ここの横の芯を、あ、すごい、入れてきます。おー、すごい、なんか噛み合わせてるのが分かりますね。で、ここも入れちゃいます。いい感じですね。あ、噛んでる感じ。そしておっとっと、あ、ここをここなんだっけ。あ、いいですね。おお、すごい。で、最後の、あ、2個余りますね、これ20本入りなのでね。で、最後の1本を、で、最後の1本がどうしてもこのままでは入らないので、ズルをして、はい、ポキッと折ります。ポキッ。おー、で、これを横からですね。あ、そっか、あの、折んないと入んない。入んないので、あの、なんだろう、段ボールの底をこう噛ませて入れるときに1個どうしても折んなきゃ入んないよね。そう、そうですね。で、これをですね、この、あ、すごいっすね、内側からですね、こうやって入れます。これ入ってますね。で、これも最後にこれをグリンって入れると出来上がるんですよ、お客さん。ちょっとお客さんすごいじゃないですか。お、できた。出来上がるとですね、結構まあ丈夫な感じになりますね。おお、ちょっといいですか。ちょっといいですか。はいはい。で、まあ心配だったらこの継ぎ目のとこだけ、ここ継ぎ目のとこですね、セロテープで留めるとか。でも継ぎ目もこうなんか綺麗に揃えたら分かんない。そうです、そう、分かんない感じですよね。あ、です。すごいですね。以上です。で、はあ。という、ありがとうございました。おー。